あそこね、南極北極科学館って書いてあります。これちょっと小さなね、博物館になってます。こんにちは、根掘です。普段ね、こう書斎の中から、いつもやっているんですけれども、今日は職場のちょっと裏にこういう自然豊かな道があったりですね、散歩道があったり、こういう広場があったりする場所があるので、就業時間の後でちょっとそちらに来て動画を撮っています。ここなかなかいいですよね。ちょっとこれからここで撮ろうかな。セミの音とかね、鳥の音がそんなにうるさくなければこちらでやろうかと思っています。いろんな人にね、ちゃんと言っていなかったので、堀さん今どこで働いてるんですか？ちょっと前までは海の研究所だっていうのは知ってたけれども、今どこにいるんですかっていうふうに、いろんな人に言われて、そういえばちゃんと言ってなかったなと思いましたので紹介したいと思うんですけれども、私が今いるのは東京都の立川で、住んでる場所はね、横浜で変わらないんですけど、毎日2時間半ぐらい、出勤しまして、立川にある極地研究所というところに今勤めております。極地研究所っていうことからにはですね、南極と北極両方研究しているところなんですけれども、主に南極観測隊を出すのが一番大きな仕事ですね。ここにいる研究者の皆さん、そしてその共同研究者の皆さんが、年に2回、南極はね、北半球に比べて、季節が逆ですから、今ちょうど冬隊の人たちがいてて、次夏隊の人たちが行くっていうような、こう繰り返し夏隊冬隊夏隊冬隊っていう形で出している、その研究所だったりします。でも私は北極の研究者なんですけれども、南極が主なんですけれども、一応北極も入っているという、そういう研究所になっています。小さなですね、資料館がありまして、こちらに雪上車とか、非常に昔のね、太郎次郎の頃の、南極観測の資料だとか結構置いてありまして、平日でもね、これを見ることが可能ですので、近くに寄った方はぜひ、来てみてください。8月の3日、土曜日なんですけれども、一般公開がありまして、南極のことだけじゃなくて、北極のことも含めて、一般の人たちに説明する、で、子ども向けのね、いろいろな催しもありますので、夏休みの子どものね、行き場所、自由研究とかの、情報集めに、もしかしたらいいかもしれませんので、時間のある方はぜひ見に来てください。こんな感じでね、なるべく5分以内の短い動画をこれから撮影して、できれば iPad の11インチを使って、編集時間もどんなに長くても30分ぐらいで終わるような形で、ポンポンとがこう動画を出せたらいいなと思うんですけれども、どうでしょうかね。この音のクオリティと映像のクオリティ次第だとは思うんですけれども、ちまちまと挑戦してみたいと思います。それではまた次回お目にかかります。ではでは。